金曜の夜です。 J-WAVE Hello World Friday。 今夜のゲストは吉井和也さんです。そうか、金曜日か。今日金曜の夜です。いいね、フライデーだね。ぜひと皆さんね、リラックスしながら今夜を満喫していただきたいですが、はい、吉井さんがあなたの人生相談に乗ってくださる豪華企画、はい、そうだ、吉井さんに相談しようをテーマにお届けしています。あの、吉井さんもすでにもう30分ぐらいも経つんですけど、今までどうですか、ここまでは。なんかまだそんなに重たい相談じゃないからね、うん、もうちょっといいんじゃないの、気軽な感じなんでね。なんでぜひともね、もう何でもいいですかね、これは相談としては、うん、ぜひとも、相談をください。ください。ツイッターとメールで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは HW813、 メールは番組ホームページ右上のメッセージ&プレゼント、もしくは直アド HW@J-WAVE.CO.JP までお送りくださいね。もう電話できるかもしれないということでですね、うん、電話をつないで大丈夫な方はメールで送ってください。電話 OK ということで電話番を書くのを忘れなく。さあ、それではですね、人生相談後半戦に行きたいと思います。まずは読ませていただきます。ラジオネームカンパチ外回りさんからです。はい、あの19歳の男性の方ですね。現在私は同じボランティア仲間の一回り上の社会人の女性に恋をしています。出た、おっと、恋、仲はいいんですけど、たまにメールするくらいで二人きりで過ごしたことはありません。まあ、このままうじうじしているのが嫌なので、なんとかデートの約束にこぎつけたいです。しかしどうやら彼女はモテるようで、彼氏がいるという噂も聞いたことがあります。おまけに自分は年下なので、恋愛対象として見てもらえるかという心配もあるので、なおさらです。吉井さん、どうかアドバイスお願いします。ということですけども、実はですね、うん、これお電話、お電話じゃない、失礼しました。なんだよ、ごめんなさい、フライングかよ。フライングしちゃいました。びっくりしたじゃないか。ついつい僕の、あ、僕じゃない、僕のと。いや、何を言ってるのよ。何でもです、すいません、今のスルーしておいてください。はい、そうだね、どうしましょう、これは。どうしましょう。そうか、あれだよね、やっぱね、彼氏がいるっていうとそれで諦めてしまうよね、うん、日本人は方が大半なのではないかというふうに、うん、イギリスではどうなの。イギリスでは皆さん、うん、あまり関係ない、関係ないよね、関係ないかもしれないです、はい、ね、商談中ってだけだもんね、まだ。そうですね。っていうか、あの、そもそもなんて言いますかね、まあ、それ商談中でもあり、商談中でもありますし、商談中、商談中、売約ではないもんね、ま、そうですね、商談中だったら問い合わせてみようや。契約成立しないんですよ、そうだよ、そこは。だから、それいくらどんなタイミング何言ってんだ俺。そうだよ、売約までは諦めない方がいい。うん、もう言っていいんじゃないですかね、罪までは。まあ、アタックちょっと仕掛けていいんじゃないですか。そうだよ、アタックし て、ね、してみようよ、もっと商談中なんだから、ね、しかも似たようなお悩みが、トラキさんという方からも来てます。吉井さんに相談です。切実なのですが、僕の今までの人生いいなと思った女性には大切な人がすでにいます。出た、うん、タイミングが合う恋愛の仕方を教えてください。タイミングが合うのは俺か。タイミングが合う、そこは俺なのか、どうなのかな。でもその人本当にね、その人それぞれの星回りというかあるからね、はい、無理するとね、どんどん歪みが生じてくから、ボタンの掛け違いみたいなもんで、まあ、空気の読み合いっていうのもかなり難しいところですよね。さっき商談中に、うん、なので、まあ、言ってもいいじゃないかっていうところもあると思うんですけど、うんうんうん、そこで強引に行っちゃうと、まあ、ちょっとさらに溝ができてしまう。そうだね、うん、勝手に手に入るものってあるからね、うん、無理しなくても。どうですか、タイミングっていう、物件とか物件物件とか物件とか、そうだよね、恋愛からちょっと違う方向に行きましたけど、ね、まあまあ、でもやっぱり星巡りはあると思いますよ、うん、うん、すごく。そっか、まあ、ちょっと、ね、運命に任すというか、まあ、でも、まあ、いいタイミングっていうものがね、訪れることは間違いないですよね。人それぞれ来るじゃないですか、そういう人生の分岐点じゃないですけども、うん、ね、うん、ありがとうございます。お、吉井さん、は、次はですね、うん、ちょっとお電話ができるらしいですよ。ペンネームおこちゃまるさん、おこちゃまるさん、おこちゃまるさん、読ませていただきます。最近彼女と同棲を始めましたが、彼女が私の自宅での格好に文句を言ってきます。私は家に帰るとパンツは履かない主義です。うん、うん、それが私なりのリラックス方法なんですけど、うん、彼女はそれがいやらしく、ことあるごとにバカにしてきます、うん、彼女に私のリラックス方法を認めさせたいんですけど、うん、いい方法を教えてください。何、パンツを、下着を履かないってことでしょ。そうですね、彼は、うん、パンツを履かないと。え、
パンツを履かないでその上にスウェットとか履くってことじゃなくて、うん、ちょっと聞いてみましょうかね。 はい、そこが重要だよね。そうですね。じゃあちょっとお子ちゃまみさんに正直、はい、下全裸でいられたらちょっと俺も彼女だったらちょっとどうかなと思うよね。なんかそうっす、デリカシーがないっすよね。なんかそういう裸族の方裸族の方もいらっしゃると思うんですけど、でも裸族っていうのもどうかと思う、うん、そうね、どうなんだろうね。どうでしょう。あら、繋がるかな。一回、うん、も出た。もしもし。なんだっけ。もしもし、おこちゃまるさん、こんばんは。おこちゃまるです、こんばんは。おこちゃまる、おこちゃまるさん、こんばんは。 J-WAVE ハローワールドナビゲーターのハリー杉山です。なんと私のお隣には吉井和也さんもいらっしゃいます。どうも、吉井と申します。はい、ました。ちょっとどうなのそれは。ね、どうなのこの、ちょっと詳しく聞かせてくださいよ。どういうことなんですか。あの、パンツを脱いでズボンだけスウェットを履いているということです。あ、じゃあいいじゃんね。はい、はい、要するにスウェットは履いてるってことですね。スウェットは履いてるんだから別に俺のステージ上の俺と同じだよ。え、そうなんすか。そうだよ。え、マジっすか。俺はそうだよ。え、俺はパンツ履かないでスウェットで歌うからね。はい、あ、マジか。スウェットじゃないか、はい、スウェットじゃないです、デニムじゃないですか。たまに膝が割れてるデニムでそこから出ないように、はい、何を言わせてるんだよ。FM だっちゅうんですよ。やめなさいよ。いや、相当あのご立派ですね。夜はスネークですか、ね、夜はスネーク。すいません、吉井さん、ちょっとちゃまるさんだけ、おこちゃまる、おこちゃまる、おこちゃまる、勝手に変えてしまった。ちゃまるラジオネームを。おこちゃまるさん、おこちゃまるさん、ね、はい、これどうしましょう。でおこちゃまるさんスウェットを履いてるっていうこと、はい、それが嫌なの彼女は。なんで、は、何か嫌みたいで、うん、パンツを履けとすぐ言ってくるんですね。なんだろうね、うん、すごくなん常にタワーになってるってこと。タワーマンションになってるってこと。まあ、スネーク程度ですね。スネーク程度ね。そうか、うん、なんだろうね、何がテリアなのかな、うん、あのあとやっぱり寝るときにそのスウェットたまに脱いじゃうときがあって、それも嫌みたいで。あ、それじゃ、そこじゃないの。絶対そこでしょ。そこですよ、うん、そうですか、うんうん、毛深いでしょあなた。いや、そんなことない。そんなことない。はい、はい、なるほど。失礼しました。ケアはされてるとのことですか、ね、声で判断した。はい、なんか後ろから、後ろでなんか彼女と一緒に聞いてるだろうそれ。あの、彼女が吉井さんのもう何十年の大ファンなんで、ほら、あ、ね、彼女に聞いてみてよ。、うん、僕が下着履かないでスウェットは OK でしょ。 OK、 吉井さんが下着履かなかったら OK、うん、もう全然 OK みたいです。即答じゃないですか。よかったよかった、ね、いい彼女だね。どっちかね、これもうのろけやないか。のろけですよ本当に。公共電波のろけってどういうことですかこれ本当。ファンの記念じゃないか、うん、これ単に、ね、この目音ジャワンをプレゼントします。まあいいんじゃないですかね、このままで。いいですね、でも幸せそうで、ね、もう幸せに引き続き、はい、すごい幸せそうだ、来たわ、ね、お子ちゃまるさん、はい、おめでとうございます、ね、はい、ありがとうございます、ね、おめでとうございます、ね、吉井さんのアルバムもしっかりと聞いてくださいね。スターライトお願いしますね。はい、もう予約しました。ありがとう。3月18日です、うん、はい、はい、ありがとう。ありがとうございます。さよなら。ライブ来てね。さよなら。やったー。さあ、吉井さん、のろけだって。のろけですよ、我々のこの時間を、ね、君の友達が悔しがるな、これの。本当ですよ、本当に。もう何君だかちょっと何君だか分かんないけどね。服部君じゃないの。服部君じゃない。服部君じゃないです、すいません。さあ、吉井さん、はい、あのスターライトからですね、ちょっと一曲かけたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、3月18日、うん、来週水曜日にリリースされますと、はい、どの曲をオンエアしましょうか。そうですね、あのまだまだまだ季節じゃないんですけど、もうちょっと暖かくなったらさらに合うかなと思ってる、うん、じゃあこの曲を、吉井和也でクリアを。きた、そうか。なんだなんだ。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、なんか次はツイッターの相談で LINE に関するものからいきましょう。はい、わかりました。Favorites。 続いてはツイッターで寄せられてるお悩みいきましょう。っていうツイッターから来てるっていう。わかりました。最近の熱いスタンプは何ですか。ね、うん、俺ぜひ伺いたい。吉井さん、ちょっと僕すごい気持ち悪いスタンプが大好きなんですよ。あ、本当？はい。あとでじゃあ、今預けてきちゃった。これちなみになんですけど、うん。ちなみにあのあれ？あれです。もうのろけて
友達友達本当ね、幸せそうだね。いや幸せそうですね本当に。いいな、いや俺も人生やり直してーなーって言ってみよう後で最後で締めにおおおおお何、あありがとう、まさか見てると思ってないんじゃないのこの間お会いしたよね。そうですね、ね、うん、友達に、友達の、うん、友達が、日本語なんだね。そうなんですよ、ちょっと待ってください、ごめんなさい、もうちょいいいですか。はい、え、ごめんなさい聞こえなかった、すいません。はい、 OK です。 15?20?22 ですよね。20で曲変えて17は、あー分かりました、 OK です。ブーブー言っとる次は LINE で、はい、他にも入れていただける感じですか。はい、タミオさんって結構気持ち悪いスタンプとか使うんですか。すごいよですか。カオちゃんって知ってます。カオちゃんって何。あとで見てます。カオちゃんやばいです。もう体が女性の下半身で、女性の下半身にすぐスラッとしたモデルのような下半身に顔がついてるんですよひどいです、ひどいです。和義の後スタンプを使ったりするね、斎藤和義オリジナルスタンプで、クリエイターズ、そうそう、その中に一回だけっていうのがあって、はい、これは何だって何のお願いなんだみたいな、一回だけ、それいつ使うのそれっていうもう宣伝しちゃうそれお送りしたのは吉井和也でクリアでした。はい、いや吉井さんこの曲もちょっとなんか新しい吉井さん来たなって僕ちょっと感じて、まずミュージックビデオで初めて僕見たんですけどまあもう吉井さんのもうスーパードアップから始まってほぼほぼドアップでもう終わる、うんうん、もうこれワンカメのね、ワンカメですよ ね、うん、そうだからあの辺からなんかそうですね、確かにあのもうほらワンカメだからもう自分でなんかアクションとかでアピールするしかないから、うん、あなっちゃったんだよで新しいさっきのライカスターライトの MV もすごいなんか踊りまくってるしね、うん、なんか、うん、踊るのが結構タコ踊りね、タコ踊りスタンプのような、踊るの結構スタンプのようなあのスタンプ作ってくんないかな俺のタコ踊りですか、動きの、うん、はい、タコ踊り、いやちょうど今ですあの LINE の話になって OK とか、 OK とか、うん、あの LINE の話で、うん、言うとちょっと結構 Twitter の方でも来てるんですよ、はトモさんから、うん、LINE すると高確率で、うん、渡して流れが止まるんですけどっていう、あグループラインとかで、グループラインのことですから、ね、これもいるね、はい、止めてしまう人、はい、そうなんですよいるいる、はい、僕のミュージシャン仲間ラインでも一人いるね、止める人、あやっぱそれどうすればいいんですかね。いやもう空気を変えてまた一から、はい、なんかそのグループラインだからとんでもないボケをかますじゃないですか、うん、なのに誰も突っ込まず会話が止まって1日2日間経つとすごい寂しいですよね。そうだね、僕はよくさほら、はい、恋人同士とかだったら、好きな子からね、はい、1日2日来ないと心配になったりする。ああもう最悪ですね、嫌われてんのかな、はい、最悪ですねってそれが俺元メンバーイエローモンキーのから1日来ないだけでものすごい心配になったりする、はい
ヒーセとかめっちゃ言ってるじゃん、ヒーセさんですね、はい、もうなんだろう、お風呂で倒れたりしてないかなとか。いやもう心配じゃないですか、そっちの方が心配になってんだよね、で普通にしれっと来るんだよ次に、ね、はい、ごめんねいいねそのベースみたいなやつとか。え、結構ヒーセさんと LINE とかしたりするんですか？ヒーセは最長で5時間 LINE します。はぁ、聞いたことないですよ5時間 LINE する人っているんですか？そう、うん、そうなんだよね、はい、じゃあもう一ついきましょうかね、はい、キャラメルラムさんですね、うん、吉井さんこんばんは、はい、年を重ねてもセクシーな吉井さん、吉井さんにとってセクシーな女性とは？お答えを参考にセクシーな女性を私目指したいです。セクシーな女性の定義っていうか、セクシーっていう定義が最近自分で分かんなくなってきて、僕もよくセクシーって言われたりするんですよね。でそれって例えばじゃあどういうイメージかっていうと、ちょっとガラシャツ着てて胸の第3ボタンぐらいまで開いてて、はい、こうちょっと流し目風な感じの、ちょっとメイクした風な感じでちょっと怪しいことを歌うみたいな、まあ、それもセクシーだけど、はいはいはい、でも僕の中のセクシーってそれじゃない気がしてて、もっと健康的なものがセクシーに感じるようになってきちゃったのね。だから酔った女性とか、とかいうよりも、なんかこうなんですトレーナーの女性とかトレーナースウェットスウェットスウェット着てるなんか、うん、女性のなんかちょっとこう、ま、でもあの開放感っていうのはありますよね、スウェット姿っていうのは、うん、なんか昔だったらね、網タイツとか、うん、あ、わかりますわかります、網網のやつとか黒いやつとか、はい、もうあからさまにも世間一般的なセクシーですよね。そうそうそう、あれじゃなくなってきたんだよね、うん、スポーツ選手とかね。なるほどね、うん、でもそうですね、そのスウェット姿でなんか髪の毛もなんかそういうなんか一瞬結ぶ姿とかちょっとキュンってきません？僕スポーツブラ派だからね。そんなことどうでもいいか。それ言わなくてよかったね。どうします？紫とかされると、まあ、ムッとするタイプだから、ね。あ、紫とかしてくんじゃねえみたいな。え、白なんですか？じゃ何が？僕グレー。はい。グレーのスポーツブラ。グレーのスポーツブラがいいんですね。キャラメルラムさん。はい、次。じゃ次行きましょうか。もう次行きましょう。はい、ユッキーさんですね、うん。今気になってる方が2人います。やばいよ。外見がタイプでちょっとツンデレな人と、優しくて一緒にいると楽な人、うん、吉井さんならどちらをおすすめしますか？大人の男の方の意見が聞きたいです。よろしくお願いします。もう一回言って、はい、今気になっている方が2人います、うん、外見がタイプでちょっとツンデレな人と、うん、優しくて一緒にいると楽な人、この2パターンですね、うん、吉井さんならどっちをおすすめしますか？外見がタイプでツンデレ、うん、外見がタイプでツンデレか、うん、一緒に暮らしてくんでしょ、はい、ずっと、うん、優しい方がいいよ。やっぱその未来のことを考えるとやっぱ そこですよね。そう、ワンナイトラバーフェアならいいけどね。いやどうですよね、良くないか、うん、よくはないと思いますよずっとツンデレなんでしょ、うん、なんかきつくなっちゃうんじゃないですか、窮屈になっちゃいますよね。そうだ、若い時はいいけどね、うん、まあ、経験としてですよね、いろんな方を見ていただいて。ハリーはどっちにいますか？僕ですか、うん、僕は優しい方が好きです。僕優しい、あのそ普通になんか長電話できるような人とか好きですね。ああ長電話はね、うん、大事だよね、はい、大事ですよ長電話、大事。なんかあのヒーセさんと LINE とかは、ヒーセはもういいよ。ヒーセさんいいですか？わかりました。です、はい、さあ、ということですね、まあ、時間も時間ってもう早いな。吉井さん、はい、あの今日ずっと相談に乗っていただいて、うん、肝心なアルバムの話をほとんどしていません、うん、させてください、はい、来週水曜日3月18日に吉井さんのニューアルバムスターライトがリリースとなります、はい、オリジナルアルバムです。4年ぶり、もう本当に最高傑作です。吉井さん吹き飛んじゃいました。私本当に、はい、ありがとう。めちゃくちゃかっこよかったです。そう、今回は LA で結構名の知れたミュージシャンと、はい、うん、すごいがっちり作ってきて、うん、そうそう、すごい音が良くて、音もいいですし、うん、メンツもそうですし、うん、なんといっても吉井さん新しい環境に今身を投じてるじゃないですか。そうですね、もともとイエローモンキー時代でデビューさせてもらったコロンビアってとこに、まあ、帰ってきたのもあって、はい、すごいやっぱ自分の中のその DNA みたいなメロディー、うん、まあ、昭和歌謡が好きだったりグラムロックが好きだったりした当時のこともちゃんとミックスして今の音にして出せたようなアルバムですね。うん、うん、吉井さんどうですか、あの一番最後のアルバムが4年前だったじゃないですか、アップルズね、ええ、うん、でそこから、まあ、4年経って、うん、他のリリースもありましたし、うん、まあ、去年カバーアルバムもリリースされました、うん、今の吉井さん自分自身で自分のことを見てみると
なんか感じることって、なんかね、はい、ヨシーファンクジュニアってそもそも自分のルーツというか自分のネタばらしだったんですよね、うん、で今回のアルバムスターライトはそのヨシーファンクと結構対になってて、うん、それで例えばじゃあそのルーツを自分なりに消化しても表現できて、じゃあ自分の今度新しいアルバムをそのルーツをどう新しい音にしようかっていうのをすごく考えて、うん、でもだから例えばヨシーファンクは年配の方も聞いてもらって楽しめるし、スターライトは若い方も楽しめるようなすごい幅広い作品が両方作れてると思うんですけどね、うん、はい、うん、まあ、その中でやっぱり先ほど言ってたんですけど最初の3曲で心をもぎ取られて僕で勝手に言っちゃあれなんですけど吉井さんならではの切なナンバーもありつつ、そうだね、はい、で、まあ、クリアとか曲もあります、うん、その中で吉井さんがこの曲がこのアルバムのカラーって言っちゃちょっと失礼だと思うんですけど、いえいえいえ、なんかね、はい、今回その山田孝之くんとコラボした曲なんかもあって、はい、まあ、彼がドラマの中で詩を書いて、はい、それを僕が詩をつけるっていうまあシーンがあって、うん、でそれが完成したのが東京ノースサイドって曲なんだけど、はい、それ北区赤羽っていうドラマで、うん、使われてて、で僕北区出身 で、ね、で北区赤羽のスタッフ山田孝之くんたちは僕が北区出身だって知らなかったの、はい、知らないでもファッションじゃないよと思ったんだけど、まあでもそれも素敵な偶然というか、まあ、それもルーツだし、はい、だからそれがなんか僕の中で北区のあの鉛色の空っていうのはすごくそのヨーロッパのデビッドボーイ的な感じの空に見えてたんだなっていうのが曲調で分かったりとか、あ、ここが俺のルーツだったんだとかね、そういうルーツがすごい一曲一曲がこうちゃんと分かれてる、あの10曲が入ってるというか、はい、そうだから吉井和也の今までの歴史がもう10曲に集まったような、はい、いやアルバムです、ね、本当傑作ですよ、はい、吉井さんお時間も、あ、残念なことお時間なんですけども、大して相談に乗れてないな、いやいやいや、もう十分ですよ、6回のスネイプ先生の本当ね吉井さんもう時々ボルディモートっていう部分もあるのかなと思ったんですけど、うん、僕の中では永遠とスネイプさんだところありますね、夜はスネイプだから、ね、夜はスネイプ、いろいろ、こらこら、じゃあ一番最後の曲どうしましょうかね、はい、じゃあそのナンバー聞いてもらいましょうか、はい、せっかくなんで、はい、はい、わかりました、吉井さんその曲をですね聞きながら今夜はですね吉井さんにバイバイというふうにいきたいと思います。吉井さんありがとうございました。ありがとうございました。 Let's have a listen to 東京のオフサイド、ありがとうございます。どうもありがとう。もうブチブチ切られるとショックだよな、なんかもうダメつまんない、そのつまんないみたいな。ありがとうございました。吉井さん本当豪快な答えていただいてありがとうございます。いやいやいや、すみません、なんかもう霜が過ぎたかな。楽しかったです。最後ちょっと画面のブログの写真を、はい、あ、アルバムをせっかく、 ありがとうございます。すいません、いい、手元に来ました。スタートしてます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。お願いします。お願いします。はい、チーズ。ありがとうございます。ツイッターとかにアップしてもよろしいですか。もちろんです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと真面目に、そうですね、プロモーションが終わったと、うん、4月ぐらい中に行かせてください。ぜひその時はいいのをお伝えください。お友達に。わかりました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございました。全然全然大丈夫。いやーすごかったっすね。面白かったですね。うん、もう吉井さんとー吉井さんと飲みに行ってもあんま下ネタとか言ってなかったんですけど楽しいっすね。なんかまた吉井さんとの関係性がさらに深まったような時間になりましたね。 Red Wing。ちょっと待ってください。これでもエンディング入るんじゃないんですね。あ、なんです。締めて普通に CM に行くような感じですよね。OK です。
ん？何？あ、告知？告知忘れてた。いやごめんちゃい、ごめんちゃい、ごめんちゃい。私も忘れてたわ。これ乗っちゃいます？じゃあ、ちょ告知したいことなんで、この曲の終わりにどうします？ BG 流します？OK です。はい。追加公演？追加公演？あとこれ。でこの話をすると、東京だけ？他も？東京でいい。OK、うん。やっぱああいう大人になりたいっすよ。うん。お送りしたのは吉井和也で東京ノースサイドでした。いやもう猛烈に楽しかった時間を、お送りすることができました。吉井さんと一緒に、まあ、その吉井さんなんですけども、アルバム発売を記念して明日から南は九州から北は北海道までスターライト号一番星という一台のトラックが全国を駆け抜けるそうなんですよね。東京は3月19日頃に走る予定です。なんか見かけたらちょっとね、写メ撮ってぜひとも送っていただきたいですね。ありがとうございます。そしてですね、吉井さんのツアー、吉井和也スターライトツアー2015、なんと追加公演が決まりました。東京の方はですね、7月16日木曜日、東京国際フォーラムホール A で、まあ、追加されるということで、ね、これねもう見届けたいですよ。やっぱ本当に新しい時代というか、新しい自分の人生の、まあ、一生、まあ、チャプターを、まあ、開いてるわけですから、まずはですねアルバムゲットしていただいて、そしてツアーで一緒に盛り上がってみてはいかがでしょうかね。いやもう楽しい、こんな時間がねずっと続けたら嬉しいけども、吉井和也さんのツアーですね、5月2日、千葉から始まるそうです。